一つだけ言えることは、非常に難しい患者さんは明日にでも来るわけね、初心で。だからそれは選べないわけね。包括的にこの患者さん その時間軸も含めたその治療計画を立てられるというのは一朝一夕じゃできないと思うんだけども、まあ、それやり続けることで必ずそれができるようになるので、これからどうしようじゃなくて、なぜこうなったのかなということを一回考える、その原因の追求っていうのを考えようとする、その姿勢は絶対必要だと思う。それをし続けることが、まあ、20年30年後にはパナマ1枚で患者さんに説明できるような見方が分かるようになってくると思うので、まあ、頑張って、ね、ください。日本の子見てる？見てます。ぜひ5本セットを買っていただければ、5回ぐらい読んで見てください、ね、はい。